ミゲル・アンヘル・アストリニアス・スロサレスは、グアテマラの小説家。キューバのアレ・ホカル・ペンティエルと共に、魔術的リアリズムの担い手となり、その後のラテン・アメリカ文学ブームの先導者となった。ハンジで、インディオの血を引く父と、教師をしていたインディオの母との間のメスキッソとして、生まれる。両親は独裁者、エストラーダ・カブレーラに反抗したために職を追われ、ミゲルが5歳の時に、 祖父の住む田舎に移り、現地のインディオたちや母から伝説や様々な話を聞いて育つ。1917年にサンカルロスデグアテマラ大学医学部に入学するが、翌年法学部に転部。1920年にストラーダ・カブレラが失脚すると、友人たちと学生運動に参加して、学生新聞発行に携わり、1922年に、 夜間のグアテマラ民衆大学設立に関わり、労働者に文法を教える。この年に書いた、卒業論文、インディオの社会問題が注目されて、翌年に出版される。しかし当時の反軍的言動で、ホセ・マリーやオレラーナの不況を買ったことで、身の危険を感じ、1923年に大学を卒業すると、フランスのパリに渡り、ソルボンヌ大学に留学した。 ソルボンヌでは、人類学者のジョルジュ・レーノー教授について、中央アメリカの古代文明の研究を進め、この頃から、詩や小説を書き始めた。パリ留学時代には、ダダイストのトリスタン・ツァラ、シュルレアリストのロベール・デスノス、モンパルナスに集うアンドレブルトン、ルイ・アラゴン、ポール・エル・アールなどと信仰を持った。またこの時期、基地族のマヤ神話の創世神話、ポポル・ブフ。 カクチュケル族のシャヒル年代記の霊能による仏訳からのスペイン語訳を行う。この時期にはグアテマラ伝説集を表し、スペインで出版された翌年にフランス語訳されて、シュルレアリストから高く評価され、またポール・バレリーからはラテンアメリカイコール魔術的アメリカに対する驚きと、共に絶賛されて脚光を浴びることになった。1933年に、 グアテマラに戻るとアストリアスは、ジャーナリストとなり、独裁者、ホルヘ・ウビコに近い人物とみなされたために1944年のウビコ出脚後は、外交官として官職に追いやられた。この時期にアストリアスは、大統領閣下、トウモロコシの人間たち、緑の法を表している。その後百五十四年のプブサクセス作戦後に、成立したカスティーリオアルマス政権によって、 亡命生活を送ることになったが、その間に執筆した根欠女で広く作家として知られるようになり、アルマス政権が崩壊した後、ついには1966年に再びフランス大使に任命され、同年齢入平和賞を授与された。そして、翌1967年、ノーベル文学賞を受賞した。1974年、スペインのマドリード市内で、 伝染性呼吸器疾患により死去。74歳。インディオの物語や伝説と古代マヤの研究を融合したグアテマラ伝説集をはじめとする系列とグアテマラの独裁体制やアメリカ資本による搾取など政治、社会状況を題材にした抗議の文学がある。シュルレアリズムとマヤ族の神話の融合による文体でカルペンティエールと共に 魔術的リアリズムの創始者と言われる。ありがとうございます。